有馬カナはすごいと思うけど。みんなそうやって適当なことを言うじゃないですか。私の何を知ってるんですか。毎朝走り込みと発声欠かさない努力家、口の悪さがコンプレックス、自分が評価されるより作品全体が評価される方が嬉しい、実はピーマンが大嫌い。えっ、私のことめちゃくちゃ見てくれてる、嬉しい。やば、ピエヨンちょっと好きになっちゃった。この人本当に好きになれそうな気がする。もうアクアなんてポイしてこっち好きになろっかな。ピエヨンのマスク、かたくなに取らないから気になってたのよね。あのマスクの下はどんな面してるのか。